テレビ大阪、テレビ、大阪株式会社、テレビ大阪、テレビジョン大阪、インク、略称、東は、大阪府を放送対象地域する、テレビジョン放送の特定地上機関放送事業者で、ある。コールサインは、ジョブハディ TV、大阪 18CH、リモコンキー ID は、TXN のキー局、テレビ東京と同じ、7。 1982年に開局した関西地方で最も新しい民放テレビ局で TXN テレビ東京系列に属している。都市型ネットワークという性質上 TXN では機関局や純喫局といった区別をしていないため性格は系列局でしかないが在阪テレビ局という性質上純喫局とされることも珍しくない。 現在のイメージキャラクターは、大阪名物のたこ焼きをモチーフとした、たこるくん、本名、なにわりゅうたこる。また相棒に、たこの、たこべえがいる。TXN では、唯一、自社制作番組で、文字多重放送を行う場合に苦点を使用していない。また、在阪民放テレビ局では唯一、制作クレジットに正式社名を使用する。 1966年から1967年にかけ、日本経済新聞社は大阪地区での新たな放送局の開局を目指して免許取得運動を起こしたが実現には至らなかった。当時、日経は日本教育テレビ、ネットテレビ、現在のテレビ朝日に出資しており、また1969年11月には在会からの要請で、 東京12チャンネル、現在のテレビ東京の経営を引き受けた。両局は毎日放送、MBS、法人としては、現、MBS メディアホールディングスとネットワークを組んでいた。ため、日経にとってはわざわざ新曲を開局させる、必要性は薄れていた。しかしながら、1974年3月には、日経とネット、 翌1975年3月31日には、東京12チャンネルと MBS の各ネットワーク関係が解消されると、事情は一変。再建を目指す東京12チャンネルと日経の思惑が一致したことで、再度大阪財界を巻き込んで、免許獲得運動に乗り出した。また、MBS は、ネットワーク解消後も東京12チャンネルテレビ、東京の経営化は継続しており、 このため MBS は、関西地区の TX 系列局開局に向けて、日経と東京12チャンネルに多大な支援を行った。ただ、大阪府の周辺府県にはすでに府県域の独立局が開局しており、それらからの反発を受けたものの、右与曲折の末に、不意気テレビ局ということで、開局のめどが立ち、1982年3月1日に、念願のテレビ、 東京系列のマスト売曲第1号として開局にこぎつけた。開局に合わせテレビ東京の大株主で過去にネット関係にあった MBS でテレビ大阪の開局を告知する CM を開局5ヶ月前の1981年10月から放送した。三テレビ、兵庫県と KBS 京都、京都府で放送されていたテレビ東京の番組は 本局に引き継がれた。両局は現在テレビ東京の番組をほとんどネットしていないため、各府県の大半の地域では、BS ジャパン BS テレ等を受信できなければ、テレビ東京の番組をほとんど視聴できない状況となっている。なお、テレビ東京の菅谷貞彦社長、当時が2007年5月31日に行った定例会見で、地上デジタル放送全面移行後に、 テレビ大阪の放送エリアを京都府と兵庫県に拡大する計画を発表したが、その後は新たな動きはない。第1スタジオ、80坪、ニューススタジオ、40坪、関西アーマン銀行本店内サテライトスタジオ、中央区西新災橋の3つ。不意気局という性質上、在反局では、最小規模のテレビ局ということも、あ、スタジオの数や規模、 スタジオの床面積も、機関地域以外の地方放送局とはあまり変わらないものとなっている。本社、関西国際空港、大阪市中央区西新斎橋、京都川端市場の鴨川ビルの4つである。かつては、ツイン21と、マイコビラにもあった。すべて、テレビ、大阪社市編纂委員会は編纂企業、団体は、当時の名称。出展。 大阪府東大阪市山手町2031-4、四コマ山西中腹海抜560メートルとぼ、単独。親局の送信書は、NHK 大阪局を含む各局が、生駒山の山頂にあるのに対し、本局はそれよりやや低い西側の中原に設置されている。出力も、各局の3分の1に当たる 1kW に抑えられ、送信アンテナには、 大阪府方向のみに電波が飛ぶように指向性がかけられている。また、アナログ放送では VHF 波の他局に対して UHF 波で送信されていたため、新たに UHF アンテナを設けないと主張できなかった。2011年7月24日、低波時点穴ア穴ナアナ変換前は、MBS の神戸アナログ中継局が 18CH だったため、 神戸市内などで渾身が生じていた。以下の府外のケーブルテレビでは、区域外再放送が行われている。兵庫県、京都府、奈良県では、アナログ時代から一部地域で再送信が行われている。ただし、和歌山県では、アナログ放送時代から一切再送信が実施されず、滋賀県でも、地で事故後は、地形的問題などから全局で放送が中止された。また、 在反他局が主張できる三重県伊賀東紀州地方については直接受信は元よりケーブルテレビでも視聴することが難しいため全国紙、地方紙ともに掲載していない愛知県の同系列局テレビ愛知も含む一方徳島県では民放が四国放送のみという特殊な事情から一部の壺や地域を除いて区域外再放送が 特例的に実施されている、現在のところ、JRT と NNS 系列の読売テレビを除く、広域局と一部のつぼねで、3テレビテレビ和歌山も実施。なおアナログ放送は、大阪府内で受信し再送信していたが、地上デジタル放送を開始してからは、徳島県内の数カ所で受信を行っている。また、大阪府外の光 TV では本局を、 配信対象としていない。京都府の一部地域でも受信できる関係から、地デジ以降に関するオリジナルの CM には毎行を起用したバージョンもあった。契約アナウンサーには、印を併記した。テレビ大阪の系列新聞である、日本経済新聞、日経新聞では、リモコンキー ID 番号順、6CH の ABC テレビと、8CH のカンテレの間で掲載されているが、 その他の新聞の大阪本社発行版、朝日、舞、三景、読売は、従来通り、大阪府全域と京都府、兵庫県の一部では右端にフルサイズで、それ以外の地域は、ハーフサイズか、クォーターサイズで掲載されている、フルサイズの場合は、基本的に10、10CH、読売テレビの次。これは前日の通り雰囲気局としての割り当てであり、京阪神地域以外では、 受信が難しい点などを考慮したものである。その他、奈良日日新聞においても日刊誌時代に掲載されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。